皆さんこんにちは。個別指導塾キャスター塾長の小林です。中橋です。今回のテーマはですね、ダブル合格したらどちらの大学に行くということで、はい、どちらの県民賞みたいな感じ で、はい、どちらの大学賞みたいな話をしていきたいと思います、はい、で別にこうしてくださいということではなくて、はい、中橋さんはこう思う、僕はこう思うという話を今日はします、はい、なので多分意見割れたりすることもあるし、一致することもあります、うん、つまり結構偏差値だけでは決めきれない部分があったりとか、うん、まあ、受験の専門家である人間からしても要は割れるってことなんですよ。そうですね、ということはやっぱり皆さんが今後志望校を選ぶときとかに、もうちょっとやっぱ大学の特色を調べたりとか、ね、自分はどういうふうな大学生活を送りたいのかってことをよく考えて決めてほしいという、その願いでやってるものなので、はい、別に僕らの意見でどっちが上下とかやってるという話ではないので、そこはねご理解いただければと思います、はい、ありがとうございます。じゃあですね、まあ、早速いくつか僕の方でパターン考えてきたので、行きたいと思うんですけども、まず一つ目からですね、はい、早稲田の理工と慶応の理工ならどっちがいいかって感じですね。なるほどね、はい、これはね、言いたいことは分かるんですけど、はい、じゃあまずあれですか、中橋さんの意見から。そうですね、はい、まずただちょっと条件として、あの早稲田なら学科、はい、慶応なら学問は自分の好きなものを選べるっていう前提です。なるほどね、そう大事、はい、で、まあ、僕ならなんですけど早稲田です。なるほど、はい、で理由聞く前に僕はいいですか。はい、いや僕多分ね慶応って言っちゃうんですよね。あ、なるほど、はい、割れましたね、いきなり。いや割れますよ、はい、いやここはね割れるし、ただ中橋さんだからこそ早稲田選んだ気持ちも分かるんで、そうですね、ぜひ動画で言ってほしいです。はい、そうですね、まあ僕はそもそもですね、先進理工の生命科学に興味があるんですよ、うんうん、でなんか実は慶応はそういう学問が医学部に吸収されちゃってて、ね、少ないんですよね、うん、なので、まあ、僕のやりたいことっていうのに絞ったら、まあ、早稲田の方がいいのかなって思ったって感じですね、うんうん、なるほど、はい、いいと思います。いや僕はなんか慶応か早稲田に行くということは、はい、まあ、ほぼですけど、まあ、就職の道なんだろうと。そうですね、うん、研究者というわけではないのかなっていう、ほとんどの子が、もちろんなる人もいるかもしれないけど、うん、ってなるとやっぱ就職とかを考えると、まあ、慶応の方がいいかなみたいな。そうですね、まあ分かります、っていう、まあ、ブランド的なことでなっちゃうかな、はい、ただやりたいこと決まってれば、まあ、やっぱ早稲田の選択肢もあると思うんですけど、うん、まあ、慶応の理工で、まあ、就職も全然いいだろうし、うんうん、いろんなことを考えて慶応かななんていうふうに思っちゃいましたね。そうですね、あと、まあ、ぶっちゃけ僕は場所も早稲田の方がいいんじゃねって思いましたね。立地？立地です。おお、そうですか。そうですね。まあ、慶応だと日吉の矢上キャンパスになると思うんですけど、うんうんうん、早稲田だと早稲田キャンパスだと思うので、はいはいはい、まあ、そっちかっていうとそっちの方がいいかなって思います、ね。うん、なるほどね。はい、でじゃあ次行きましょう。はい、行きましょう。はい、次がですね、早稲田の教育学部英語英文学科と、はい、上智大学外国語学部英語学科です。ああ、これはですね。はい。いいですか、僕から言って、はい、僕上智です。あ、はい、ちなみに僕も上智です。あ、そうですか、はい、割れなかった。割れなかったです、はい、あ、これ事前に台本ないんで、これそうです、はいはい、そうですか。いや僕はですね、はい、英語しっかりやるならもう上智行ってもっとしっかりやった方がいいなって思うタイプですね。そうですね、はい、そうですね。ただ例えば早稲田の教育でなんか別の例えば国語科とかなんかあるなら、うん、それ全然僕はいいと思います。はい、そうですね、確かに僕はやっぱ早稲田のネームバリューっていうのは先に就職があるっていうのを考えると欲しいなっていうところであるんですけど、うんうん、わざわざ英語学科をスクリーニングして受けてるわけじゃないですか、この状況って、うん、そうですね、そう考えると英語の勉強めちゃくちゃしたい子のはずなので、うん、まあ、上智の英語学科を選ぶかなと思いましたね、うん、ただ、はい、多分、あ、でもね、ちょっとごめんなさい、僕やっぱ早稲田かもしれない。あ、本当ですか。あのね、はい、冷静に考えました、この受け方をしてる子って、はい、帰国子女とかじゃないと思うんですよ。あ、そうですね、とか、はい、めちゃめちゃ英語が得意とは多分限らない子だと思うんですよ。あ、なるほど、はい、この受け方すること、はい、ってなるともしかしたら外へ、上智の外ですね、はい、入ったら厳しいかもしれない。あ、それはありますね。でそれこそ純ジャパとか言われちゃう世界なんで、はい、そうですね、ちょっと心折れたりするかもしれないから、はい、どうせこういう受け方をするなら逆に早稲田の教育行った方がなんか多分学校の先生の、うんうん、なりたい気持ちとかもあるのかもしれないけど、うん、そういう方がもしかしたらお題がかもしれないですね。ああ、そうですね、潰しは効きますよね、多分逆にね、はいはい、なので結構微妙ないんですね、はい、はい、本当その子と面談して決めたいって感じですね。そうですね、ここはね、はい、はいはいはい、じゃあ、次なんですけど、はい、ちょっと今回は、3つです、次は。お、トリプル。トリプルです、はい、はい、で一橋経済と早稲田の政経と慶応の経済です。あ、ただし一橋大学は後期での合格で東大の分離が第一志望だった時点です。なるほど、はい、東大の分離前期ダメで、はい、後期一橋経済取って早稲田の政経慶応の経済取った。はい、はい、迷いますこれ僕、はい、多分叩かれるかもしれないですけど、多分僕慶応の経済に行くと思います、はい、自分叩かれますわそれは僕は一橋ですね。いや、そうなんですよね、はい、普通に、まあ、一橋だと思うんですけどこれ叩かれます、これ叩かれますね、まあ、ぶっちゃけキャンパスライフを考えた時に、
いやそれはさ、まあ、軽音かなって思っちゃう、ね、我慢しましょう、我慢とか言っちゃったけど我慢しましょうとか。そうなんですよね。まあね、そうですね、はい、まあ実際就職で言ったら、まあ、一橋がちょっといいかなぐらいで、多分ほぼ変わらないですよ、うん、まあ、多分個人の努力次第、はい、うん、ってなった時に、まあ、一橋は、まあ、場所の問題とか、うん、まあ、やっぱりあるので、まあ、そういった意味では、うん、まあ慶応を選んでもいいのか、いやでもさすがに僕は一橋選ぶかな。そうですね、まあ、学費のこともありますし、うんうん、まあ、本当にまあ自由に選ばせてもらって、うん、行きたいとこ行きなって言われたら慶応行っちゃうかもなってのは思いましたね、うん、でもまず受けないでしょ、はい、そしたら後期。そうなんです、それはちょっとあの思ったんですよ、僕も作った時、はいはい、だから一番でも僕もし自分だったらですよ、はい、自分なら浪人してもう一回分に受けますまあそれは間違いないですまあそれはいいでしょ僕もこのパターンの子だったらもう浪人した方がいいよって言っちゃうかもしれないですね、はい、ね、後期受かるって相当学力高いですからね。そうですね、はい、なるほど。じゃあ次行きましょう。はい、次がですね、明治大学の法学部と中央大学の法学部です、はい、あーそれ系ですね。はい、でもこれ難しいんですよ。なんとなく法学部なのか、もうそれこそ放送になりたいという法学部なのかによって変わりますけどね、うん、そうなんですよね。で多分僕はなんですけど、そもそも自分がって思った時に放送になりたいわけじゃないので、うん、そうすると明治の法学部になっちゃうんですよ。そうですね、気持ちが、はい、まあ、僕分かんないな、難しいな、はい、うーん難しい。一般就職するなら僕は明治でいいと思うんですけど、はい、まあ、本当に例えば、まあ、公務員だったりとか、うん、あとはまあそれこそ司法試験を目指すのであれば中央大学の法学部かなっていう感じがしますね。そうですね、はい、まあ、めちゃくちゃ難しいな。でもこれ、はい、これ結構悩む方多いと僕思うんですよね、うんうんうん、ただ、まあ、一個だけお話をしておくと、まあ、2023年に中央大学の法学部が文京区に戻ってくるんですよ、うん、お、確かに。そうですよ、多分そしたら23年以降だったら僕は中央選びますね、さすがに。なるほど、はい、あれですね、結構長井さんキャンパス重視派ですね、もしかして。結構多分鳥羽キャンパスに毎週行けってあったらしんどいなって感じになっちゃうかもしれないですねなるほど、はい、なるほど、分かりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次ですね、国際キリスト教大学 ICU ですね、はいはいはい、と、上智大学の国際教育学です。いやこれむずいな、多分今日で今までで一番難しいですね。あ、本当ですか。はい、はい、この受け方する子、この受け方する大英じゃないですもんね、上智の。そうですよ、はい、そうですね、まあ、あと多分早稲田の国旗は落ちてるって感じですね、このパターン。僕はでも、はい、決めらんないですね。あ、本当ですか。はい、あのその生徒さんによってどっちを進めるか変える。まあそうですね、ますかね、はい、だそれこそ本当にまあアメリカナイズドじゃないけど、うん、そういう感じの子だったら ICU を進めます、うん、そうですね。もしくは本当にその英語はもうかなり喋れますっていう前提の子とかだったら僕は ICU 行った方がいろんな国の人とも触れ合えるし、うん、 そうですね、その ICU ならではの教育機会っていうのを受けられるので、うん、僕は ICU かなと思うんですけど、うん、まあそれこそまあ一般就職とか、うんうん、そういうことを重視していてずっと日本で生まれ育ったような子だったらもしかしたら上智を進めるかもしれないですね。そうですね、難しいですね、はい。まあ、僕はちなみに ICU かなと思ってて、まあ、僕これ僕が選んだらって視点で選んだんですけど、うんうんうん、この時はあのそもそも僕 ICU の教育システム結構好きなんですよね、うんうんうん、でまあそもそもそのスペシャリティを一つに絞る必要もなくて、うん、まあ、2つとか3つとかやることもできますし、それが全然分離をまたがっててもいいということで、まあ、大学生なんて興味なんて移ろうものじゃないですか、うんうん、なので、まあ、そういった中でいろいろなものを選択できるとか、あと、まあ、僕実はキャンパスがめちゃくちゃでかい大学好きで、ICU キャンパス結構でかいんですよね。でかいですね。なので、まあ、そういったところでも非常に魅力的かなと思いますね。そうですね、はい、どうですかね、でも難しいな。でも僕にとってね、僕みたいな陰キャはどっちも想像ができないんで。あ、分かります、はい、僕もかもしれない。上智はねちょっとキラキラしなきゃいけない感じもするし、うん、ICU はコミュ教じゃないといけないような気もするから。そうですね、どっちもね自分だとイメージ分かるから。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ちなみに上智の方が場所はいいなって思いました。はいキャンパス重視ですね。はい、はいはい、じゃあ次ですね、はい、明治大学の理工学部と東京理科大学の理工学部です。あ、なるほど、はい、ちなみにあの、うん、なんか知らない方はこれ、うん、なんでこれを比べるんだと思う方も多いと思うんですけど、はいはいはい、あの理科大の理工学部はあの千葉県の野田市にあるんですよね。そうなんですよ。で僕あの付近に住んでたことあるんですけど、あのすっごい失礼ながらあの辺醤油の匂いしかしない田舎なんですよ。いや野田はすごいですね。はい、はい、行ったことあります。なので、まあ、そういったところで、まあ、悩まれる方は多いんじゃないかなっていうところで選択させていただいてます ね、はい、僕はあの、理科大。僕もさすがに実はこれは理科大って感じでした。あ、そうですか、はい、キャンパス重視めちゃくちゃ悩んだんですよ。いやでも多分、はい、多分ですけど多くの人は院に行くでしょと。
そうですね、聞いた時にやっぱり可能性が広がる教育を受けられるようなことの方がいい、もちろん理科大の院に行くもよし、まあ、国立の、あの院に進むもよしという意味で、はい、選択肢は多分理科大の方が圧倒的に多いと思うので、そうですね、そういう意味ではあのやっぱり理科大で、まあ、野田、まあね、確かに、まあ、好き嫌いあるだろうけど、はい、まあ、受けてる時点でちょっと覚悟してもらってるわけだから、そうですね、もうそれは頑張れというふうに思いますね。で、僕のイメージなんですけど、理科大の理工に行くとその後高確率であの東大大学院に柏キャンパスに行くことになるんですよ。はいはいはい、そのルート多いですね。そのルートがあるので、うん、やっぱそういうこと考えると、うん、まあ、理科大の方が最終的にはいいよって思います。さすがにそう思う、はい、ただやっぱキャンパスライフは絶対イメージの方がいいのは事実かもしれない、まあ、はい、それという感じです。はい、はい、で、次ですね、次もトリプル合格の話で、はい、東工大の生命理工に後期で受かったこと、はい、あと早稲田の理工と慶応の理工です。はいはい、でただしですね、前期は東大の D1 志望で工学系を志望していると。なるほど。で総系の理工だと自分のちゃんと希望の学科に受かってるって感じですね。難しいな、はい、その選択は。これはめちゃくちゃ難しいんですよね、実は。うん、あの東工大生命理工しか後期はないんですよ、東工大。はい、そうですよね。はい、はい、でもどっか行かなきゃいけないんですもんね。そうですね、まあ、僕もこれ100浪人パターンなんですけど、うん、前提をすると、ただ、まあ、生徒がこうなったらっていう感じで考えましたね、これはね。はい、まあその子のそのやりたいことへの思いの強さですけどね、はい、ただまあまあそれがわからないという大前提を置いて決めるなら、個人的には慶応かなって感じですかね。やりたいことをやれるという前提ですからね。そうですね、実は僕も生徒に行かせるならここは慶応なんですよね。やっぱやり、はい、理系でやりたくないのはちょっとしんどいだろうなと。そうですね、うん、やっぱり結構生命理工とかってやりたいことかなり分かれる分野だと思うんですよね。で、やっぱり一応東工大多学会の進級っていうのはできるんですけれども、うんうんうん、かなり成績を取ってなきゃいけないっていうことと、そう、正直東工大後期に入る方って十中八九他の学科に行きたい方なんですよ、うんうんうん、なんでめちゃくちゃ高いレベルの争いが行われる場合があるので、うんうん、そういったことを考えると、まあ、多少その、まあ、東大に行きたかったっていうことで、そのやっぱり進振りとかを覚悟してたっていうことも踏まえて、まあ、多少の幅のありつつ自分がやりたいことにやれる慶応かなって感じですね、うん、そうですね、はい、その方がいいとは思います。はい、うん、ありがとうございます。じゃあ、あと3つで、次ですね、はい、これちょっと変な企画なんですけど、慶応の環境情報と理科大の工学部です。はあ、なるほど、はい、ってことはまあ理系だったってことですか。そうです、一応理系だったっていう前提ですね。ああ、どっちがいいんだろうな、これ結構むずいな。これなんかちょっと比較として、僕もこれ比較するとどうなんだろうなと自分で思いながらやったんですけど、まあ、僕だったらこの受け方してる子ってなんかとりあえず慶応のネームバリューが欲しくて、多分慶応とか早稲田とか早稲田の教育とか全部とりあえず受けた子だと思うんですよね。ただ生徒がこの受け方をしたら、僕は理科大一応おすすめはしますね。あ、なるほど、はい、僕 SFC かな。あ、そうですよね、はい、なっちゃうかもしれないですね、はい。まあ、SFC もね、相当ね、場所は悪いけれども、はい、受けてるってことは行きたい可能性もちょっとあるんだろうからって考えると、うん、まあ、そういう形になるかな。そうですね、うん、まあ、僕のイメージだとこういう子って本当に多分総計理工、うんうん、早稲田の教、まあ、さっきも言ったんですけど、早稲田の教育、慶応の環境情報、まあ、例えばもう総合政策とかも受けてて、うん、まあ、環境情報しか受かんなかったパターンだと思うんですよね、うんうん、であと理科大の工学部だと思うんですけど、なんかこういう子の僕の勝手なイメージなんですけど、まあ、もちろん面談して最終的には決めるんですが、なんか環境情報のこととか何も調べてない子が非常に多いイメージはあるんですよね。だから何ができるかも知らないまま入ってギャップ、うん、なんか周りの意識とのギャップに苛まれるみたいな子が多いイメージがあって、それだったら自分のやりたいことがある程度はっきりしてて選んだ理科大に行った方がもしかしたら幸せなんじゃないかなとか思っちゃいますね。そうですね、僕は逆で、はい、その SFC だとまあいろいろできるっちゃできるから、そうですね、はい、まあ、ガチの理系の専門家にはなれないけど、別に理系的なこと、そうですね、プログラミングの内容とかそういうことには広げていけるから、まあ、工学部という話なんで、はい、理学部系じゃないので、って考えると、あ、まあ、ある程度なんかそういうところが被れば SFC でも道は見つかるのかなっていう気はしたんで、はい、SFC かなと、はい、まあ、割れますね、ここは、ね、そうですね、はい、はい、じゃ次ですね、うん、次は、中央の理工と茨城大学の理工学です。これまた絶妙なとこついてきますね。これ僕絶妙だと思ってますこれ、はい、正直前提で言うと僕埼玉だったら絶対埼玉選ぶんですよ、うんうんうん、ただ中央と茨城だと結構僕悩むなと思いました。
またでもあれでしょ、立地の問題。いや、と思うじゃないですか。思うじゃないですか。でも僕、茨城大学選びますと、ここだったら。マジですか。はい。てかまあ生徒って感じですね。生徒が行きたいって言ったら僕結構こうさせるかなと、うん、こうした方がいいよってお勧めするかもしれないですね。うん、はい、そうですね。僕自分がまあ自分がもう文芸能だから、はい、自分が進学するなら地方にしちゃうけど、はい、まあ生徒にだったらやっぱり国公立行かせますね。うん、そうですね。 はい。でやっぱり今理系に行くなら、まあ、ある程度自分のやりたい分野が決まっているとすれば、うんすね、国立に行った方がやっぱ絶対幸せなのは事実なんですよ。やっぱり、まあ、お金の量とかも全然違いますし、まあ、そういったところで、まあ、情報系とかだったら、まあ、中央とかでもいいかなと僕は思うんですけれども、うんうん、まあ、そうじゃないならかなり中央に行きたいという気持ちを持ちつつ茨城に行かせるかなって感じですね。なるほどですね、はい、いやここ荒れそうだな。荒れそうですね、はいはい、じゃあラストラストです。ラストが、立教大学の経営学部と青学の経営学部です。うん、もうどっちでもいいんじゃない。あんまりって感じだけど。あ、本当ですか、はい、なんか僕これ一番悩むかなと思ったんですけど、あ、そんなことないですか、ね、まあ、悩むっていうか、はい、まあもはやこれここまで来ると、はい、好きな方にする人が多いだろう。まあそうですね。まあそうですね、はい、どっち、まあ青学かな。僕これはあの自分が行くなら前提で、はい、僕立教だと思います。あ、立教派、はい、僕青学かな。はい、はい、まあかなりキラキラしてるじゃないですか、両方。はい、そこで、まあ、言ったらですけど、多分僕の雰囲気に合わないだろうな。自分は合わないだろうなと、前提として。じゃあ僕も立教ですわ。自分の雰囲気に合わないだろうなと思って、はい、ぶっちゃけそしたら渋谷より池袋の方が行きやすいんじゃないかなと思ったって感じです。僕ももう埼玉実家ですから、池袋でいいですよ。そうですあれですけど、まあ、ただまあ、リアルな話をすると、はい、まあ、青学、かなって気はちょっと僕はしていて、まあ多分青学どうなんですかね、まあほとんど変わらないと思うんですけど、僕のイメージですけど青学の方が若干なんかこう多様性があるというか、あ、なるほど、そんなイメージがあるんですよね、はい、うん、なんかその例えば経営者の息子が多そうとか、うん、わかんないですけど、なんかそんなイメージがあるので、まあ、立教も多いでしょうけど、うん、はい、うん、なのでそういう感じで言うとなんか青学かなっていう気はしますけど、まあでもここまで来るともう好き嫌いでしょうね。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあまあいろいろ比較をさせていただいたわけなんですけれども、はい、そうですね、いや面白かったですね、はい、でもまあまあ割れるとこもあり一致するとこもありましたが、多分まあ、はい、あくまで2人でやってるんで、はい、こうなってますけど、例えばアンケートとかね100人とか200人取ったら、うん、もっとこ もう割れていくと思うので、うん、まあ、ぜひねこう皆さんも自分だったらこっちかなみたいなのをぜひコメント欄に残していただければなというふうに思います、まあ、あとはなんかねもし余裕がある方は理由まで書いてもらえると僕らも勉強になるので、そうですね、はい、ありがたいなというふうに思いますし、はい、あとはね、まあ、第2弾があるかどうか分かんないですけど、あの何かこうどっちみたいなのがあればコメント欄にいただければ10個ぐらい溜まったらまたやれるんでそうメインかサブか分かんないけど、あの動画にしたいと思いますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。